株式会社新油がお送りする新油ビリケンクラブ、第1週は代表のあゆみさんにお越しいただきます。おはようございます。おはようございます。いつも華やかなお衣装で、はい、今日は真っ赤じゃないですか。そうです、クリスマスを意識して今日は真っ赤にしてきました。クリスマスプレゼントはどこからもらう予定あるんですか？はい、子供たちからなんか予定してるみたいなんで楽しみに待ってます。そうですか、はい、あゆみさんはどなたかにこのプレゼント for you っていうのは、そう、皆さんにじゃあこのラジオからはい、お伝えしましょう、はいはい、ということで毎月1回テーマを決めてお話しいただいているんですけれども、はい、今月はどんなお話でしょうか。今日は簡単に魅力アップする方法の、ね、お話をしていきたいと思います。魅力アップ、はい、まあ、魅力的な人たくさんいらっしゃいますけれどもね、どんな人を魅力的って言えるんでしょうね。そうですね、昔でしたら、家柄がいいとかね、はい、言われてましたし、バブルの頃であれば参考と言いまして、背が高い、学歴がある、収入が高いというふうに真っ只中、ね、そうです、真っ只中でしたよねそういうふうに言われてきましたけれども、はい、この2000年になりましてからちょっと予想変わりました。これはですね、魅力的な人がこれからはですね、憧れの的になり、魅力をどんどん出していく人がやっぱりもてはやされますね、うん、はい、具体的にはどんな感じなんですかね。そうですね、まず魅力ってお金かからないんですよ。これからは笑顔であったりとか、優しい言葉であったりとか、あとはお話をしたり聞いたりするときに相槌を打つ、そうそうとか、そうそうそうよねってかっていうふうにこう言うと、どんどん魅力が出てきます。なるほどね。まず一番大切なことが笑顔で人と接することって今あゆみさんおっしゃいましたけれども、はい、これをするために何か心がけていること、あゆみさん自身ありますか？そうですね、ちょっと恥ずかしいんですけれども、机にちっちゃい鏡を置きまして、いつも笑顔チェックしてます。なるほど、ね、はい、まず見るところは顔の、はい、ここの口角です。ここが上がってないとどん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 運も下がってきますので、笑顔でニコってしてます、はい、自分がどんな顔してるのかってなかなか分かんないじゃないですか、はい、そうですそうです。鏡で笑顔チェック、大事ですよね。大事ですね。いろいろセミナーに行ってまいりましたけれども、鏡にやっぱり向かって1分間笑顔キープっていう練習をしました、はいはい、これもタダでできますのでぜひやってみてください、はい、じゃあ今ラジオ聞いてる方、近くに鏡があればちょっと口角を上げていただいて、はい、笑顔チェックしていただきたいと思います、はい、そうすると魅力がアップする、アップします。そしてもう一つ言ってくださったのが、相手の話をよく聞いてあげるということですね。これね、よく聞くっていうのはダメなんですよ。ダメ、はい、あれって思いますよ、はい、よく聞いてると、うん、もう真顔で相槌も打たずに聞いてると、話してる相手っていうのは聞いてるのかしらと、なるほど、分かってるって言いたくなりますよね。分かってなくていいんですようん、そうそうとかあっても、ええ、この相槌打てば分かってきます、だんだん。なるほど、ね、話半分分かってなくても、そうそうそうなのよ、そうだよね、分かる分かる、これだけなんです。でいろんな知恵を、ね、入れて、いろんなこう唸らせるようなすごいことを言おうと勉強しなくても、これだけで魅力的な男性女性になります。うん、今なるほどでいいんですね。そうですそうです、はい、今は十分分かってますからね、話ね、そうですよねそうそう、で彼氏ができないとか、彼女ができないんですよっていうほとんどの方がこの相槌ができてないですね。なるほど。あ、じゃあ今話してる、もし男性から言うと、彼女は僕の話本当に面白がってるのかなとか、そうそうそう、聞いてくれてるのかなって。でもそう、彼女は一生懸命聞いてるんですよ。だってね、静かに聞いてあげないとね、そうそうと思っちゃったりしますね、うん、でも男の子の方からすると、彼からするとですよ、面白くない女だなと思ってしまいますよね。なるほど、ね、逆もそうですよね。全然相槌がない彼氏だったらもういいかなって思いますよね本当にね、そうするとやっぱりこう、結婚できなかったり、彼氏ができないっていう一番の理由は相槌なんですね。ですか、うん、じゃあ今ちょっとね、聞いてくださってる方、ぼーっとして、まあ、はい、しっかり聞いてるんだけど反応がちょっと少なかったかなと思われた方は、この相槌、キーワードですね。これもタダでできますので、ぜひやってみてください。でもやっぱり悩むこともあるじゃないですか、悩み事を相談して聞いてほしい時って、なんかしっくりとね、そうですね、聞いてほしい時もあったりしますよね、その時やっぱ顔で表現ですね。そうだよね、わかるよって、悩み事は分かってあげるともうそんなに長く喋りません。なるほど、ね、分かってもらえ、分かんない、そんな分かんないって言ってるとどんどん長くなります。分かり
わかるわかる、そうそうわかるよって言ってあげると早めに終わります。そっちも大事ですね。そうですよね。なるほど、悩み言葉長く聞かない方がいいです。だんだんエネルギー取られていきますから。なるほどね。そういう時は早めに切り上げながら、はい、でもやっぱり相手に寄り添うような形は絶対必要ですからね。言ってあげると分かってもらえる、大好きですから。分かりました、はい、そういったことで魅力をアップ。そうです、ね、やっぱり仕事も夫婦も親子関係も友達関係も全てうまくいきそうな気もしますね。そうです、この相槌だけで相当うまくいきますね。私の父がですね、母と おばあちゃんがこう仲が悪かった、うまかったんですよ、間に入って、ね、入ってうまかった。母親と一緒に喋ってる時はいつもそうだね、あいつはもうダメだとか言って母親の悪口言うんですよ。一緒になってもうこついたろみたいな感じでこう言ってるわけですよ、でもおばあちゃんの前に行くと本当そんなこと言ってたこのクソみたいな感じで言ってるわけですよ。うまいなって。それでこうおばあちゃんと母のこう間 あのこう関係が保たれてるわけですよ。なるほどね。やっぱりしっかり話を聞いてあげて、やっぱり相手をほっとさせてあげるっていうのが、そうそうそう、まあ、この人いい人魅力的って思うんでしょうね。そう、それがうまくいく夫婦関係だと思います。やっぱり自分をね、ガンと主張することも、まあ、時には、ね、大切かと思うんですけれどもね、はい、私はこう皆さんが中尾さんあゆみさんって言うから喋る立場にいますけれども、こう私の目の前にいらっしゃる方は皆さんね、うなずき上手です。うーんってついつい喋っちゃいますね。じゃあ相手をしっかり、はい、受け止めてあげる。そうですね。そうするとうまくいきます。魅力的になります。器がどんどん大きくなります。はい、ということで今日はあゆみさんから簡単に魅力をアップする方法を教えていただきました、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います、はい、今日は親友ビリケンクラブからあゆみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。